いいよ。明けましておめでとうございます。何を話すのいろいろ考えてきたんだけども、結局話すこともないので、とりあえず脱ぎます。出て はい、終わり。何このクソ、ちょっと待ってよ。じゃあ、休み？いや。あ、じゃあもうカメラマン。いや、お前もなんか、近年のお前の小山君の動画に、一つ上の男います。あれ？え、それタートルネック着ないとダメじゃないですか。タートルネック着ないだった。まさかそんな状況でも撮れないとは。タートルネック。ユニクロって結構見づらいんだけど、日本がなんだろうな。ユニクロってさ、スポーツ山ちゃん何番？え？俺買ってない。違う番号。ユニテックっぽいタートルネック。自分の番号ね。やけはもう売れてんじゃん。無意識に言ったからね、なんか覚えてない。そこはなんか多分2だよ。マジか。売れないんじゃん多分。3だから。多分今どっちかのベンチにいるっていうことだと思う。さよならホームラン。誰か取ってくんねえか。23いいな。21よくない。シルバーが好きだから21。シルバー何番だね。今も21で。マジか。マンチェスターシティは21。なんでシーっちゃったの。なんかさ、せっかくやばいやつしか集まんねえじゃん。アンドラとかさ、問題児の集まり。問題児集まりすぎだろ。その中シルバーが一人ポツンというのはかわいそうでしょうね。多分シンプルなんかあれなんて試合出てきたってことで順応してきたんじゃない、最初よろしくお願いしますだったのがなんか怖い。はい。で、同じ名前なの。ヨッシー見といて、ヨッシー。これ？あ、そうです、そうです。覚えましたね。もう一回、もう一回。やっと目、視覚から覚えられるようになってる。苦手なんだよ。ないか。右から入ると。ああ、いけ。覚えるんだけど。待って。我慢。二番。我慢。もうね。ないか。ないか。ああ。そこでいいよ。そこでいいよ。はい。いや、ここ一回見なかったよ。おい、しょうがない感じ。前期全く分かりません。あれで外してくれたら面白い。やばい、どうなの。そうマジエロゲラシュートだね。殴ろうかなと思ったけど、俺に女の子紹介してくれるんだったら殴るわけにもいかねえやと思って、クソみたいな顔を見返すと、いや、そいつリア充だから女友達めっちゃいっぱいいるんだよ。その女友達の女友達っていうのをなんか紹介してくれるって話になって、ダブルデート的な感じ。ああ、そうだったので、なんか紹介してくれるっていう話になって、で、お台場行くっていう話になったんだよ。そうだね。で、ちなみにここでまず俺の学校のなんかクラスの女子高生をなんか把握してもらいたいんだけど、天使その1、天使その2、で、ヒーモス、アルティマウェポンっていう4人なんだ。で、ちなみに天使その1、天使その2はもう勝手にいなくなって、やっぱりあれっすね、あれっすね、アウトがかかりました。バランスあるじゃん、バランスが。アルティマウェポンは休み前に、誰かと付き合いたい、付き合ったリア充の夏休みに過ごしたいなって言われて、リア充に、じゃあ、やばい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 、一瞬で、もうちょい無理っつったら、なんか、アグレッシブさを。したら、そこのところまで把握してくれるとありがたいんだけど、よし、見たんだ。可愛いって前評判で来た女の子が、アウテモイコン殺されるみたいな感じだった。そしたら、来た瞬間、心電図がピーになって。
たいぞみたいな、うおーみたいな、なんかそういう時って俺も完全冷めてるんだ、完全になんかめっちゃ進化してで、おまけになんか上空率とか言うわけわかんないから遊んだら、なんか気づいた普通にくらい飛んで、なんかよくわかんないけど、大体なんか投資が払うみたいなのがあって、おあの的なノリでやってたら気づいたら 俺だけが払ってるみたいな感じで、気づいたら8000トンだったで、なんか明らかに俺なんか戦闘意欲がわからなくなった、戦闘意欲わからなくて1000万自体から全然思わないんだ、だからもういいやみたいな感じですごい存在でやってたら、なんか友達にも友達の連れてきた女の子にも、お前何やってんだよもっと行けよみたいな、ひとみちゃん困ってんだろうみたいな感じで、なんか別になんか戦闘意欲も湧かないのになんかひとみちゃんをエスコートするっていうアグレッシブさを誇り、で最後なんか俺もうなんか2、3、1時とかにはもう帰りたいとか思ったんだけど、したらなんかおいディナーまで行くっていう予定なんだよみたいなこと言われて、なんか最終的に原宿のおさやがカフェに入って、なんかおさやがカフェに入ったら無駄にすぐ帰るのを食わされて10時まで行って、マジか、でもなんか俺最初にその子のなんかいやあんまり興味がなくなったから、その子の友達、あの俺の友達の友達なにとか、その俺の友達とかの話にやったら食いついて、その子の話にあんまり食いつかなかった、でなんかメアド交換とかもせずに帰ってこれで終わりだろうと思ったら、まさかの夜中にその子がメール来て、どうもありがとうございました、今日はありがとうございました、もなんか今日はありがとうございました、また行きたいですねみたいな、お話とかなんか笑顔の顔文字とかじゃなくて、すごいなんかできるし、ものすごいなんかって、でそういう子なんでしょ、その子なんだよ、今度は二人きりでなんかどっか行きたいですね、行ってこい行ってこいって行ってこい、意味で俺これが嫌だったから、俺この子が全部入ってる、来ちゃったと思って行ってこい、来ちゃったお前行けよ、もう最近いいじゃんお前そっちもいいよ、で全然おらないか、とりあえず作っとけ、いいじゃんいいじゃん、嫌だったよ、それで俺どうしようかと思って、でなんかなんだっけ、見たい超見たい、実物ちゃんカモンカモンカモン、おおデザイン、あ、プリクラ撮ってみたいな、ひとみちゃん、やばいひとみちゃん来ちゃったって、どうすんのこれだ